大沼さんは、このてっぺんラジオの大沼さんというスタッフさんがいるんですけど、その方は髪の毛が少し薄くて、ひげが生えているので、男性ホルモンが多分いっぱいなんだと思います。以上 NMB48 のてっぺんラジオ。こんばんは、渡辺。ミルクとミユキを混ぜるだけ。あっという間に、ミルキー！ありがとうございます。奈良県出身のミルキーこと渡辺ミユキです。よろしくお願いします。そして、皆さんこんばんは。はい。こんばんは。NNB48 チーム M になりました。AKB48 から、違う、NNB48 チーム M になりました。はい、レイニャンこと藤江玲奈です。よろしくお願いします。イェーイ！レイニャン、初めて来てくれました。てっぺんラジオ。来ちゃいました。というわけで始まりました。NNB48 のてっぺんラジオ。アイドル界のてっぺんを目指すために頑張ろうという番組です。パーソナリティは NNB48 から、私、ミルキーこと渡辺美幸と、今週はレイニャンこと藤江玲奈ちゃんが来てくれました。お願いします。お願いします。はい、レイニャン、嬉しい。ミルキーラジオね、うん、初登場ということで、遺跡メンバーからも初なんですよ、うん、あ、そうなの。初めて遺跡メンバーで来てくれたのがレイニャンなんです。そっか、じゃあまだ梅ちゃんとかは来てないんだ。はい、だから嬉しい。一番乗り。そう、ね、あんまりまだ話したこともね、うんうん、じっくり話したこともないので、そうなんね、この手もラジオでチーム B、はい、一緒でしたよね。移籍してくれてた時から一緒だったけどね。移籍してくれ、あ、兼任ですね。移籍してくれ、そう、兼任か。なんかもうごちゃごちゃするよね、移籍と兼任。もうね、いろいろありすぎてね。ね、はい。でも今日はね、ミルキーといっぱい喋れるから楽しみにしてきた。はい、ちょっといっぱい喋ってくださいね。喋ろうね。語りまくってください。語ろう？はい。というわけで、まずは一曲聴いてください。8月13日発売のニューアルバムのリード曲です。この曲はね、はい、もうとにかく盛り上がりますよね、うん、皆さんチェックしてください。はい、では、はい、NMB48 でイビサガール。 NMB48 のてっぺんラジオ。ミルキーこと渡辺美幸とレイニャンこと藤江玲奈が MBS ラジオから放送しています。メールの宛先は mbs@mbs。 あ、間違えた。なんか同じこと2回言ってんだと思う。メールの宛先は nnb@mbs1179.com です。レイニャン、大阪といえば何？ MBS ラジオ。お、